ドリラゴリです。今回はこちらの神びっくりマンチョコではなく神びっくりマンチョコです。読み方は違うだけだよ。あ、ロッテから出されてて、今なんか武器神のコラボ中らしいです。なんでコラボするんだろう。で、これなんか QR コードでなんか武器神ってやつでなんかこれで出たなんかできるらしいです。あ、びっくりマンって言ったらスタンダードなこういうねだったんですけど、もうゼウスとかこんな進化しちゃったから、これゼウスです。ゼウス明らかにこれ見るとゼウスなはず。このさポテッとしたがこれっすよ。もうまむっちゃかっこよくなっとるよ。武器持っとるよ武器。ほら、うん、この杖がこんななんかルビーみたいなのがついた杖になっとるよ。しかもこれ見て、これあ、バツの謎のでなんかデビル系のやつとかなんかクマとか、もういつの間にかびっくりマンはこんなに進化しちゃったんだね。でもちゃんとウィスパーを、ウィスパーじゃない、ウェハースはこのままです。もうウィスパーつっちゃったよ。じゃあ開けて、オープンセサミー、よいしょ、バッシュ。まずはちょっとなんか変わってる。いただきます。うまっ。味がね、サクサクの食感がなんか違う気がする。うん、これ味は、うん、大体。あつかさ、最近びっくりマンチョコ食べてないからこう思っちゃうのかな。じゃあカードを最後にして、次紙です。はい、こういう感じ。あ、遊び方なんですね。へえ。うん、これ面白そう。じゃあいいの来いよ。ドン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 、せーのドン。お、何こいつ、なんやこいつ、何こいつ、何こいつ。セイクリット一本釣り、何を釣った。7万って書いて、1、10、100、1000万、7万。その万じゃないよね、1万とか。じゃあ出しましょう、ドン。あー、質感はいいですね。普通にデッキの裏は多分こういうなんか、なんだっけ、あのなんだっけ、あのなんですよ、なんだっけ、あのバディファイトとか取り付きカードバトル系で裏は全部同じで、わかん、裏から見ると分かんなくなってる感じですね。ごめんなさーい。なんか書いてあるよ。これは強いのか強くないのか、これはこれやってる人は強いっすか、強くない、まあ光ってるとか光ってないとかあるのかね。まあマッチョだからいいとしよう。俺の方がマッチョじゃないけど、ってことは最低10枚必要になります。2人でやって、1人5枚以上ですね。カード5枚以上ってことはめっちゃ持つ人もいるのかな。でも5枚っつったら逆にレアなカードばっかり入れて強いっていう場合もあるし、まあまあまあね、そういう作戦も練られますよ。はい、神びっくりマン、裏が太陽みたいな顔かっこいいですね。
もう一回言います。セイクリッド一本釣りってやつですね。セイクリッド一本釣りみたいな、なんかパーが書いてある。もうじゃんけんなのか、じゃんけん。オープン。自分のデッキの枚数が1枚以上、自分のデッキから好きなカードを1枚手札に加え、デッキを混ぜる。大海原に投げ込むは、両手に構えたセイグリトロット。餌食となるのはどちら？即ヒットフィッシュ、フィッシュアーみたいな。で、これはまた、ね、シンびっくりマンチョコの遊び方でもな、でも遊んでいいし、このね、ブギガミっていうやつと今コラボしてるんで、ブギガミってやつに多分この QR コードであれ、読み取って、ブギガミの、なんか、マシンが。で、このカードとかね、出たカードを神、シンびっくりマンチョコの遊び方で遊べるし、今ならブギガミっていうね、ゲームセンターにある機械で遊べるっていう二つの遊び方があります。集めるのもよし。では今回は新ビックリマンチョコでした。でも一番感心したのは、ウェハースがめっちゃうまかったです。ビックリマンチョコのウェハース飽きちゃった人、こっちも買って押しよ。バイバーイ。でもそのうちこっちのウェハースも飽きてくるんだよね。妖怪ウォッチのバニラのウェハースは飽きない味で美味しいよ。